ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは。ロストインタイムの海北大輔です。ロストインタイムは、2017年の6月7日、新しいアルバムですね。通算で10枚目のアルバムとなります。こちら全ての贈り物をリリースいたしました。ありがとうございます。デビュー15周年の、記念のタイミングで10枚目のアルバムができたということで、非常に節目な我々でありますが、ツアーも決まっております。ロストインタイム全ての贈り物リリースツアー、お届け物とおどけ物というタイトルで、9月の17日、東京は渋谷クラブクワトロを皮切りに、大阪には9月30日に梅田シャングリラに歌いに来ます。ワンマンライブでございますので、ぜひたっぷり歌いますので、皆さんライブ来てください。よろしくお願いいたします。その他の情報を詳しくは、ホームページをチェックしていただければと思います。僕ツイッターだったりインスタもやってます。オフィシャルのアカウントとまた合わせて、そちらもチェックをしていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ロストインタイムの海北大輔でした。アルバム聴いてね。バイバイ。